5月18日の夜、信長様をお支えする重臣である宿老たちは今川方の進出をどう阻止すべきか籠城するのが得策ではないかと夜遅くまで議論を重ねておりました。しかし信長様はその様子を終始眺めておられるだけで、しまいには世間話で話し合いを終わらせ宿老たちを返してしまわれました。何の作戦も示されなかった信長様を見て宿老たちは、運が尽きれば知恵も出なくなるものだと嘲笑ったのでした。果たして信長様には何の考えもなかったのでござりましょうか。翌日未明、まるで砦から急死が飛びました。今川軍が退去して尾張へ押し寄せてきております。その数4万。4万、我が軍の10倍か。どうやっても我らに勝ち目はないと思われまする。城にこもったとしても果たして幾日持ちますかどうか。城にこもって勝った試しはない。撃って出る。しかし敵の数は4万、こちらの10倍でございます。敵が何倍であろうと必ず勝つ方法はあるはずじゃ。その方法を探せ。そんな方法がどこに。あ、もしや今川軍は黙って城の脇を通り過ぎてしまうやもしれませんね。そうじゃな。では黙ってやり過ごして。おお、何を言うか。今川軍を黙って通してたまるか。しかし敵の数は10倍。えらいことになりましたな。どういたしまするか。権六課にこの情勢を伝えよう。はっ。知らせを聞いた宿老たちも多勢に無勢では手間越しになり、皆一様に困った困ったとうろたえるばかりでござりました。そんな中、しばらく一人で考えておられた信長様は突然こうおっしゃったのでございます。誰か鼓を撃て。人間50年、下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび生計滅せぬもののあるべきか、滅せぬもののあるべきか。熱盛の舞をやめられた信長様はこうおっしゃいました。オラが言うならせ。今なんと撃って出る。血人よい。ブーという付けを持て。ははっ。
わしに続け。信長様に付き従ったのはたった5騎のみ。信長様と合わせてもわずか6騎での出陣でございました。宿老たちは慌てふためき、まさかあれで4万の今川軍にぶつかるつもりか、殿を追いかけるのじゃ、早くしろと城内は騒然としておりました。伝令伝令、全軍出撃の決が下りました。出陣いたしまするぞ。信長様は周りの騒ぎをものともせず、ただまっすぐに今川軍の方向を見据えておられました。臆病者には敵が大軍に見えるものじゃ。織田家撃って出る、参るぞ。今出陣。おー